お、どうしたの、すけ。ゴージャスさんが、この前楽屋でやってたギャグ、うん、めちゃくちゃ面白かったですね。そう？はい。はい。もう一回見せてください。え？もう一回やるの？はい。しょうがないな。行くぞ。うん。グーチョキパーで、グーチョキパーで、何作ろう、何作ろう。右手がチョキで、左手がパーで。盛岡冷麺、最高めちゃくちゃ面白いですね、やっぱり。もう一回、やってくださいよ。もう一回やろう？はい。じゃあ、もう大サービスだぞ。はいはい。グーチョキパーで、グーチョキパーで、何作ろう、何作ろう。右手がチョキで、左手がパーで。名古屋きしめん、最高最高！本当に面白いですね。もう何回見ても笑っちゃいます。うん。はい。もう一回見るか、じゃあ。お願いします。違う。うんうん。グーチョキパーで、グーチョキパーで、何作ろう、何作ろう。右手がチョキで、左手がパーで。仙台牛タン最高！あ、慣れました。え？どうした？もう一度笑ってみない？台本だと2回だよ、これ。どうも、マトリさんゴージャス動画です。私がゴージャス、いいや、ゴールデン出まーすそしてはい、直輔、いや、キャプテン高見、行きまーすイエーイ、キャプテン高見おい、一回増えたからちょっと分かんなくなっちゃったおい、はい、おい、はい、アドリブを許すな。よかったよかったですよね、はい、めっちゃよかったと思いますよ。あ、ですよ、うんうん、だからそれは、うん、多分得点に反映してくれるんじゃないかなと思います、ね、あ、なる、これがあっての、はい、はい、そうですよ、いきます、はい、今回のお言葉劇場は200億1003万ですものすごい刻み方そんな増えました。もういいんじゃない、スッとこの点数のとこスッってもう言わなくなったらいいんじゃないかダメダメ、聞きま、うん、聞きますよ、はい、ね、はい、はい、その点数でよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。チボデイクロケットだな。そうです、おチボデイクロケットさんのお言葉でございます。ジェスターガンダムの時じゃないこれ。ロマニオ森林戦で最後にジェスターガンダムの頭にほら、ね、バーニーパンチを打ち込んだ時、ジェスターガンダムがピエロ、ピエロな、ピエロのガンダム、ね、でピエロ恐怖症だったの、チボデイクロケット。ネオアメリカの選手がね、そこで、うん、あ、ちょっと思い出した、あ、すごい、あ、DVD 買おうかな。もう自分の中で実践させて。気になる方はぜひぜひチェックしてみてください。覚えてるってすごいことじゃん、やっぱり。すごいですね。印象的ですね。ということで、はい、今回もやっちゃうわけだね、はい。はい。ということでですね、本日もオレガンプラを作れることで大人気のゲーム、ガンダムブレーカーモバイルで遊びたいと思います。この動画が公開される頃にはですね、バージョン 2.4 におそらくもうアップデートもされまして、ますますね、ガンブレを楽しめるようになっていると思います。はい。そんな中、お二人はですね、もうもはや初心者などともう言ってらんないんですよ。もうもはやベテランの域なわけですよ。そうですね、僕もベテランだと思ってます。うん、そうですよね。はい、なので、やはりガンブレを徹底的に楽しむためには、一回初心に帰った方がいいと思うんですよ。で、また今からガンブレを始めてみようかなという初心者の方にも、今までの経験を教えてほしい。うん。ということで、今回はこんな企画を用意いたしました。うん、はい。ガンブレ1から早育成対決！早育成対決でございます、うん。説明させていただきます。はいはい、今から、ゴージャスさんと直輔さんには、それぞれガンブレの新しいアカウントをお渡しいたしますので、うん、制限時間90分の間に、1からどれだけ戦闘力を上げれるかを競っていただきます。よし、はい、うん、戦闘力か。はい、もう戦闘力を上げられるならば、方法はどんなことをしていただいても構いません。戦闘力だけね。数字ね。数字です。数字でいきましょう。で、これからガンブレを始めてみたいという方、お休みしていたけど、また復帰してみようかなという方への参考にもなると思いますので、はい、ぜひぜひ、ね、ベテランのお二人の力を見せていただきたいと思います。よし、はい、そしてさらに、制限時間終了後、メイン機体の戦闘力が高かった方が、今回、20連ガシャ分のですね、ハロチップを番組より差し上げます。よっしゃー、はい、頑張っていただきたいと思います。うん、はい、ちなみにですよ。はい。1から9始めて90分でどれぐらい戦闘力上げられると思います？100え万100万
いきます100万。100万ホイザスさんと直輔さんが、うん、ガンブレを初めてやって、うん、そこから2週間で、うん、確か30万ですかね、戦闘力30万ぐらい、うんうんうん、時代が違う時代が違う時代が、違う時代が違うから、そうかな、分かりました、100万いける、あ、ごめんごめん、50万。減った。すげえ減った。ナスさんどれぐらい予想されますか。まあ、50だとしたら、58万。58万。なるほど。はい、うん、ちょっと少しは上がるんじゃないで勝ちます。何の刻みなのいつも。刻みなの。それで勝ちます。うん、はい。わかりました。じゃあ、うん、まあまあ、お二人の目標まずそこら辺ということで、はい、頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。頑張ります。はい、さあ、ちょっと足並み揃えていきましょう。はい、それでは、ここから90分です。お願いします。とりあえず、一回進めて、あの、10連のとこまで。あ、はい。はい。10回ガシャ。はい、チュートリアルガシャですね。はい。いきますよ。せーの、ポン。スタート。さあ、もうスタートしました、今。はい、よし。もうここはもう、もう急いですよ。もうスタートします。急い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 。お、スキップ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 。よし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 。3つ出た。よし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 。3つ出た。森田さん、2つ出ましたね。よし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 。サク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 いく、サクサクいく。初心者の方はじっくり見てね。2人はね、はい。タイムトライアルですから、ちょっと早いですけど。サナが教えてくれる。はい、サナが言って。でうん、お任せ最強でいきましょう。お任せ最強、これで全部埋まったね。はい、オッケー。アルトロンかっこいいです。ちょっとアルトロン引いてる私。わあ、さすが。嬉しい。ミッション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 、アルトロンになっちゃうよ。よし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 、うん、よしよしよし。ちょっとね、まずストーリーね、内容をスキップさせてもらいますね。いいですね。スキップするね。タイムトライアルなので割愛いたしますが、ぜひね、初心者の方、始めた方はストーリー楽しんでください。面白い中身も、はい、してくださいね、皆さん。はい、マニュアル。よし、急げ、さすがに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 、いいぞ。確かにちょっとゴージャスさんかっこいい。ちょっとガンダムでしょ、ガンダムでしょ。ガンダムしてますね。ガンダムしてた？ガンダムしてないですね。全然体育館しか見てない。体育館しか見てない。でもアルトロンは手に入ってますもんね。はい、胸のアルトロン。あ、一緒に戦ってくれるんだ、ナナが。はい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 。オッケーオッケーオッケー。バス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 。よし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 。今じゃし。いやしゃしゃしゃ。最初3ミッションのね。はい。お前ぜ。自爆する。ドカーン。さっき悪いじゃないか。アルトロンの良さですから。オッケー。よっしゃ。よっしゃ。二人ともここら辺は同タイミングですね。ニッパーもらいましたね。ニッパー。ゲビゲビゲビ。完成。じゃ。ナイス。やっぱり最初から始めてますけど、持ってるスキルは有効に使えてますね。よっしゃ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 。まあ最初はね。ストーリーミッションに関してはまあお二人とも変わらないと思いますが、ちょっとずつね分岐してから変わりますからね。あ、強化メモリーもらったぞ。いいぞ。レベルアップ。ガチャはチケット、はい、あ、いや、プレゼントもらってないから。プレゼントもらってない。プレゼント確認してみます。ここでもらってこっちで確認できる。一括でもらってもらったものを確認してみましょうか。はい、これで、はい、これ、はい、アンカーガンダム。あ、事前登録懐かしい。うん、事前登録報酬たくさん。ウィングガンダム懐かしい。うん、10連が4枚と、4枚コインが30、各地20、はい、ビギナーチケット、今のイベントのものですね。ビギナーコイン。ビギナーコインなのか。ハロチ3120連いきますね。はい、3100ももらえんの。ということは今普通に始める方でもこれだけはまあもらえますよ、うん、そういうことですね。すごい。はい、じゃイベント10連をまずいきましょうね。はい、ここでいいのがね、さあ無料10連4回できますから、まずはね、まずここで人となるまで、はい、あれあれなんかでも全部ニューってのはいいじゃないですかね。ここはでもここは僕はあんま重きを置いてない。あー、おいでやおいあたとなく青い見たくないここで金砂当てないからね、うん、そうですね。青い青い青い、お、足あー出てる。こっからですね、これね。おしゃ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 、はい、お、ガンダムアスタロード。いいですよ。オッケーオッケー、全然レッドフレーム、全然オッケー、シャニングガンダム、オッケーオッケー、全然オッケー。とりあえずはね、おー、直輔さんもすごいですね。とりあえずはね、一回引くんですよ、もう一回引く、一回引く引く引く。あと今回はね、今来ているやっぱね、武者ガンダムを
他はないね。これ引いた方がね、今絶対いいんですよ。あ、武者ガンダムに行くわけですね。じゃあガンダムマーク2をね、はい、引いてしまった方がとりあえずいろんな箇所を引きます、ね、強いからね、特攻ついてますからね。なるほど、今の場合は武者ガンダムマーク2が引いた時点でレベルが最大なんですね。もうみんな言ってたんだこれ、サークルのみんなすごいバックで応援してる人が多いですね、うん、あ、青だ、セイラマス、おー、やったー、いいですね。無料の AI の1日1回の無料 AI で青を手に入れました、はい、貴重です ね、 ね、ちょっとガチャ早く引かないといけないな、うん、さあアチーメントまで一応もらいまして、アチーメントもこの段階ですごくね、入りますね、ニッパー入ります、これ貴重ですよ、ニッパーで、これでもハロチップ、ハロチね、はい、よし、ちょっと引こうかな、ガシャ、いいですね。これでその一応称号とか変えた方がいいですか、ちゃんと。いや、しょうがない、武者ガンダム引きます、シャース、武者ガンダム引く、引きます。ダースさんは武者ガンダムも、ダースさんも武者ガンダムを狙う作戦に出ました。はい、こい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 、赤こい赤こい、引きます。はぁ、さあ、いけるか、ここで出てほしい、なんとしてもここで出てほしい。ちょっとリアクションは秘密にしよう、はい、お、あ、秘密のリアクション秘密のリアクション、さあ何が来たか分かりません。直さんが何を引いたか分かりません。な、もうね、引いたの、直さんが今、はい、武者ガンダムマーク2ですよね。だ、今のおすすめガシャですね、うん、はい、もう引いた。でもし武者ガンダムマーク2が出た場合、はい、レベルが最高です。1回引いた、ビギナーガシャもあった。それすら教えてくれ。はい、1回引いた、1回です。もう1回です、引く、はい、お、シャイニング、シャイニングガンダム出ましたよ。これはね、あのビギニングのやつなんで、はい、はい、足が多いですね、さっきのメガンダム、ね、足が多いですけどもね、はい、はい、引いた、1回引きました。むしろ引いちゃったの、はい、武者じゃないんだよ、出た出た、あんなに武者だと言ってたのに、武者じゃないんだよ、なかった、悪い顔してる。なんでですか、ストライクフリーダムなんですよ、ここは引くべきは。なんでですか、これは改造を通るとかも全部あるんですよ、ここに夢が詰まってるんですよ。なるほどなるほど、騙されましたね。引いたら即強い武者ガンダムではなく、違う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 、改造2でも出るストライクフリーダムいけと、こっちサークルもいきます、はい、もう一回、ナオさんももう一回引きます。さあ、ウエさん、おしかも、来た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 、これは来た、おー、これはあちあちマックス、背中ストライクフリーダム、いいですね、大型でも持ってない、これだから逆に言うと初心者の方でも一発でまずこれが手に入る可能性が今はあるということですよね。やばい、これはもうこれは熱いですね、これは激熱ですよ、うん、いけるところまでとりあえずストーリーを進めていきます。はい、来た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 、ナオスクさんはガシャが終わったのでストーリーいってる、いいですよ、ノーベルガンダム、おーチアチ、あー、背中かぶった、待って、ちょっと待ってよオッケー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 、見えた見えた見えた、なに、これはすごいことが起きましたね、赤砂王じゃん、やっぱり赤砂王、赤砂王でした、お久しぶりです、お久しぶりです。これはストライクフリーダム2回目ですか、2回目、オッケー、赤砂王、すごい、赤砂王、ここで発見してくるの、高額じゃないのじゃ発見してくるの、ちょっと待って、本当にこれこっちも届けないといけなくなっちゃったよ。さあ、逆にね、嬉しい悲鳴ですね、これは、うん、ごさん、よし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 、さあ、これどこ、あ、足、いいですよ、足、普通に足、もう、ごささん、もうこのアカウントで始めた方がいいんじゃないですか、いや、マジ、うん、マジ確かに、うん、もう一枚欲しい、あ、でも、あ、来た、来た、もうちょっと来た、嘘だ、頭、なんかやってるでしょ。これは激アツマックス、これ赤砂を対金砂女の戦いになってました。よー、もう楽になった。オッケーオッケー、さあ、ということで10分経過です。これは激アツで、もう分かった、これで、うんうん、これで組むんだ、もう、なるほど、今2人はある程度パーツを揃えてストーリーミッションを回している最中ということですね、うん、おし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 おい、なるほど、あ、すぐ、いそいそいそい、さあ、ゴージャさんが予備校生のように先ほど
自分がメモっていたものをこうね見ながら、あとなんか私書き込んでますね。はい、すごい。一度戦闘をオートにしていろいろとプランを練り直してます今。効率いいなぁ。さあ、お互いの戦闘力がどうなったか気になるところですが、でも直輔さんは今の休憩の感じからすると結構長いダウンロードが入ってますかね。結構長いダウンロードありますね。なるほど。よし、顔おガシャ来まーす。わあ、さあ来ましたね。上がってるよ、上がってる。おうおう、これやったら一回ちょっとプレゼントボックス。いいでしょ。ワンガシャ。5分の4ですね。高確率。次も引けたら次は確定ですか。あガガガシャ。じゃあじゃあさあ何が引けましたでしょうか。これ演出みたいよ。スキップしません。はい。パターン。ダブってんじゃないの？ダブってんの？いやいいんですよ。横から。いやいいんで、あなた分かってます。裏側につけたらもう最強ですよこれ。さあ、先ほど始めたとは思えないぐらいの強いパーツになってますね。ストライクフリーダムガンダムで、もうサブパーツ含めて5パーツあるわけですからね。全然見てないです。さあ様子を見ながら少し強化を入れてます。スタッフ陣も楽しんでますよ今回のこのバトル。ちょっとストーリーいきますか。直輔さんの後ろにも誰かいる。直輔さんにはですね、っていうのはどういうことですか。直輔さんはディスコードしていないので、藤原さんが散歩でついております。いやでも、ね、今すごいなと思うのが、その2人の画面を見ながらいろんなところでなるほどって声が聞こえるんですよ。やっぱ2人とも効率すごくいいんでしょうね。あとでお二人がどういうふうプランで進めたかっていうのもちょっと聞きたいところですが、今見守っていきたいと思います。頼みます。はい、見守っててください。はい、見守ってます。頑張れ直輔さん。ありがとうございます。頑張れ直輔さん、負けないで。勝つぞ、絶対勝つぞ。負けないで。欲しいっすね。ゴージャスさんのこの強化の仕方に関してもちょっと後で聞きたいですね。あ、なるほど、そういうことか、そういうことか。わかりました。 確率のあれを狙ってたわけですね。その時間を、ここに時間を使ってでもそれを狙うっていうことですね。すごいな。これ本当に相談したんだろうな、いろんな人に。本当ですよ。うんうん、引きます。ガシャ引きます。ガシャ引いてください。さあ、ナースさんのガシャの結果はですね、皆さんは見えるかもしれませんが、はい、引きます。ああ、出た、ナースさんの強化さん。ここ最近一番の金砂を貯めている。このまま出てください。ドン。さあ出るのか。ただ、ナスコさんもリアクションしないと思いますか。出てなーい。残念でした。さあ、煽り合い。煽り合いです。煽り合っておりますよ。いいですね。ひりつきますね。生配信でもいいぐらい。マジで生配信でもいいと思う。100キロのスーツを脱ぎました。ゴージャスさんが身軽になったところで45分経過。残り半分です。45分だと普通のお父さんじゃん。普通のお父さんになった。そうですね。やばいやばい。いいんだ、普通のお父さんになっても。首から下だけ見たら普通のお父さんですよね。どうそっち。やったね。いい感じです。順調。順調です。順調、順調です。1,2,3,4 回いったらガシャ回してもうあと強化ガビウォーさあこの先のプランができました。なんかワンちゃんいた。大型ですよ。今のワンちゃんは大型犬です。大型のワンちゃんがいた。完璧だな。ガシャ引きます。さあ70分経ちました。残り20分でゴージャスさんガシャ引きますと。溜まりましたか。溜まったはずです。なるほど。じゃあこのミッションをクリアし次第ガシャに向かう。よし
しゃしゃ、もちろん。はい。ストライクフリーダム。ストライクフリーダムの。ラスト。ラスト1回回すと。絶対落ちるやつ。あ、10回。ちょっと待って。1回刺し。あちらに。さあ、これあと1回。オーケー、確定ですね。確定です。確定です。うわー。確定です。飛ばします。足。お、足と頭。足と頭。足と頭3つです。頭3つです。いつもの癖でイベント開いちゃった。そして足も、まあ、持ってるは持ってますが、期限付き。うん。PU 限定。あ、これすごいですよ。これ、ピックアップは、確定パス交換。へぇー。さあ、どちらでも選びたい放題。一周したときにおまけで入るんですね。ディスコードつなげてーディスコードつなげてー自分で決められない。ディスコードつなげてーディスコードをつないだ時点で失格となります。はい、やったー、うん、勝ったー。たとえ戦闘力が上回っていても失格です。さあ、ゴリラさん、それはディスコードですか？写真です。写真が。かーいさあ、おたけびをあげた、七瀬さん来るのか運命の分かれ目。さあ、分かれた。さあ、結果はどっちになるのかは、視聴者の皆さんは分かると思いますが、我々は分かりません。さあ、どっちだ、さあ、どっちだ、おっと、これは、この表情はどちらかというと、いいもんねいいもんねっていうことはプラスに捉えたいっていうことでしょうから、あー、ちょっと待って、じゃあ一回さんあれですね、チェンジします。チェンジ、何をですか何をですかこれを、はい、あー、なるほど、高エネルギービームライフルに、ありがとうございます。さあ、こちらで残り、自社尺的な15分なんですが、直輔さんはダウンロードしてた10分があったので、まあ、プラス10分でいいかと思います。25分ぐらいですね。よしよしよし、もう一回くらい聞きたいけどね。本当はくっつけたくないけどね、これでもやんなきゃいけない。そうですね、頭3つ入りましたからねすごいですよ。さあ、頭を合わせてサクセス。あー、欲しいですね。全ドロック風が吹いてるぞ、こっちに風が吹いてるぞ相手の向かい風、それすなわち私の追い風これ、やっていきました。おこれはよしよいしょ、来ました、素晴らしい。どこにつけるか考えないで貼っちゃっていいんですか？あー、間違えたほらーほらー、今なんだろう、今オケちゃんですら気づきましたよ。くそ、今だ頭だほら絶対オケちゃんそう思いましたもん。今もう店も作らないでくださいよ。エクシアにしよっか。エクシアだ、うん、エクシアですね。はい、1個 T が入っていいですか？1個 T が入って大丈夫ですか？脳内が入っても大丈夫ですか？脳内でサークルのみんなと会話しています、きっと。これでいきます、これ入れちゃいます、これ入れちゃってね、はい、変えないさあ、2人して同じこと言ってます。なるほど、打っちゃうんですか？あ、そうだよね、うろ、打った方がいいね、打った方がいい、打った方がいい、なるほど、打ると判断しました、うん、隣が打つってるから、うん、もうまとめて100だ。ワードはまとめて100だ。うん、これはもうワードはいい。ワードは捨てたと。ワードは捨てた。うんうん。あ、腕あります、腕あります。分かってますよ。これも、はい、さっきちゃんと容器のやつをくっつけようと思いましたけども、はい、いや、分かってます、分かってます。それは分かってます。判断した上でですね。皆さんが言ってるのは分かってますけども。はいはい僕も何かが聞こえてるんだ、この人。もう半年以上やってるんですよ。はい、さあ、あと1分ですよ、あと1分切ってますよ。あ、これか。頭だ、やっぱ頭、頭強くしろ。5秒前4321、ここでゴージャスさん終了です。90分経ちました。
ナオスさんはダウンロード、フルダウンロードがありましたので、あと10分あります。さあ、ゴージャスさんは、この10分の間に、超えられずにいられるか。90分っていう制限時間の中では、やっぱりやるべきことは全てやった結果であると、ね、全部やった、はい、あとね、ハンデもつけてあげたしそのハンデがね、致命傷にならないといいですね、はい、いや、絶対大丈夫。ここでゴージャスさんの作戦を聞いてもいいですか。どういう流れでいこうと、どういう作戦だったのか。まず、はい、相手を、はい、武者ガンダムマーク2の、はい、それ作戦だったんです怖っ。ガチャを引かせるために、はい、誘導する誘導する細かく、うん、これ細かく誘導してましたね最初。これに関しては、はい、本当に辛い道のりになるわけですよ、はい、確かに絶対に私はそっち行かない、うん、でもう本当に一振り、はい、一択。なるほど、一択です。相手をむし要はあの、はい、違う箇所に振らせておいて、はい、自分はストリートフリーに一択ストラックフリーダム一択、もう完全に一択、はい、そして昨日僕がやっぱ考えるガンダム X を改造した方がいいんじゃないかな、うん、全然ダメです。改造、まず改造できませんよ、うん、今やってみてその通りだ。なるほど、やっぱりその時間もなかった、さすがになかったんだ。時間っていうかもうあれがない、あの覚醒素材がない。まあそうですね、覚醒素材今回はそうです、覚醒素材なかったですね、うん、確かに、はい、でもとりあえず一振りだ、はい、一振りって、うん、頭、背中、うんうん、銃が出たら勝ちです、はい。なるほど、頭、銃、背中、出てます。全部出ましたね。勝ちです。もう勝ち確だと。はい。なのでもう。それも戦闘力的なことですよね。要はもう戦闘力的にもうその3つは高いってことですね、はい。確定なるストライクフリーダムをゲットして、はい、逆に育てていくか、そう。それとも、あの、確率はそれよりも低いですが、しょっぱなからもう、ね、レベル80で手に入る武者ガンダムに行くから勝負だ。はいはい、ナオスケさんはね、あの、ゴジャさんみたいなね、サークルの仲間がいない分、藤原さんが、サンボとして、ね、はい。この場で聞いてたら、俺も別にディスコードで聞いてもいいだろう。サークルメンバーに。ディスコードと、藤コードは OK です。ディスコードと。俺だってその俺でサークルメンバー呼んでたよ、ここに。ダメだよ。東京近郊関東の方は、ああ、ダメじゃない。こっちはこっちでパニック。あーもういいや、いいやいいや、もう使ってやる、あのチップなんか使ってやるなんかもう自暴自棄ですね。5秒前4321終了終了。さあ、お二人ともお疲れ様でした。90分のあー精神削れた育成対決、いー激闘だったと思いますが、もう激激した、はい、武者、ほらなるほど、武者ですね。俺に言われたからでしょ。え、違いますよ。いやいや絶対そうだ。え、違います。俺の違います。あ、これマジのトーン、マジの喧嘩のトーンじゃん、これ怖いよね。さあ、やっぱりね、武者ガンダムを、うん、はい、引いてレベルがマックスで出るから、うん、けど確率は低いけど、うん、1回引いて出なかったら変えようっていう作戦でしたが、はい、私は粘り続けました。結果はどうなったのか、まずはじゃあゴージャスさんの戦闘力から見ていただきましょう。はい、ということでゴージャスさんの戦闘力はこちら、はい、ドドン、14万1513、はい、14万1513となりました。素晴らしい、はい、90分でこれだけ上げられたのは素晴らしいと思います。これはもうすごい、多分ね、はい、ギネス、ギネスですね、90分のね、90分でね、まあ、何よりもこれだけね、素材が、まあ、パーツが集まってるのすごいですよね。だから今回のこの、なんですか、ストライクフリーダム、はい、たまらんかったですね、うん、ポロポロ出てきたんでたまらん自分の方でも引きたいですね、はい、これね、本当に。いやなんか今始める方はそういった楽しみ喜びもありますから、そうです、ね、ぜひぜひやっていただきたいと思います、うん、さあ、直輔さんの戦闘力を発表していただきましょう。お願いします。言いたくない、はい、言いたくない。言いたくない気持ちは分かりますが、いい、読んであげる。いや、言います、大丈夫、はい、はい、読みます、はい、16万6222です。あーあれ、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 あれ
方だ。勝ち時はさっきのシミュレーション通りだ。なんでだ。166,222。よっしゃー。なんでそうなったんだ。さあ、なんでそうなったのか教えてください、直輔さん。ありがとう。いや、武者ガンダムが、はい。一体出まして、はい。まずレベル80ですね。はい。はい、レベル80。まあでもそこからは、もう一体しか出なかったので、はい。もう、武者ガンダムのおかげですね。なるほど。で、武者ガンダムが1体出たので、その武者ガンダムで、はい、まあ、他はギリギリ強化しつつ乗り切ったということですね。そうです。あとは、ちょっとギアもね、はい、つけて。わからんわからん。どういうこと？ギアをつけた。あ、ギアをつけたんですね。ギアつけました。小枝さん、ギアつけてないですもんね。ギアつけてないです。ギアが、確かにギアは 10% 増えますもんね、うん、ギアだけでね。はい、要は、その出た、どこのパーツが出たんですか、武者ガンダムは。足です。足パーツのところにギアを、あ、でもまあギアは使わないか。はい、ギアは機体について、ね、ギアはそうですよね、はい、どうか左、右腕かですもんね、もしパーツつけるとしたら、はい、なるほどなるほど、ということで早く生対決、いろんな仲間の思いを背負ってゴージャさん頑張ってくれましたが、今回直輔さんの勝利、おめでとうございます。サークルのメンバーに会ってください。サークルに報告してください。負けたってことサークルに褒めてください。俺はサークルのメンバーにお楽しみにとしか言わないと。ご褒美の方に参りましょうかね。やったー、はい、はい、ということで歌詞を弾いていきたいと思います。やったー、20連です。はい、弾いていきましょう。20連どうしようかな。導いたやつじゃない、勝利に導いてくれたやつか。導いてくれたやつ。そうだな。そうします。でも、武者ガンダム。武者ガンダム、導いてくれましたからね。はい。はい、ちょっと確率は低いんですけど。本当に？はい。自分で言っといて。いや、ダメだよ。ダメなんですか？ダメダメにしなさい。え？ジャブジャブでんだよ。さっきの自分の体験をね。ジャブジャブでんだよ。いや、そうやって言われて騙されましたから。違う違う、ゴケを思ったんだよ。ジャブジャブでんだよ。狼少年のお話を見てる。ジャブジャブでたんだよ、俺は。はい、じゃあ私そうしよう。藤原に聞いてください。藤原さん、どっちがいいと思いますか。ストライクいい。じゃあそうしよう。即答でした、即答でした。じゃあそうしよう。危ないよ。よし、嘘つきが改心したみたいな話でしょ。ストライクリーダムガンダムいきます。はい、20レ、モニターがないですよね。出るか、いきます。赤素直にやってもらって大丈夫です。大丈夫でした。大丈夫でした。いけるか。いやーかー。金砂女、改め赤砂女の誕生です。やった、ありがとうございます。しかも1番目出てきた、はい、足、嬉しい、すごいすごいですね。しっかりと自分の本赤の方でゲットしましたね。嬉しい、よかった、はい、もう1個ぐらい来た、よっしゃ、もう1個来た。さあ、どうでしょう。どうでしょう。あ、すごくあれ、さっきの再現を見ているようだ。私1個持ってるから。あ、これそのパーツで付けられる、ね、俺のじゃね。これ俺のじゃね。違います。俺のじゃね。俺のじゃねって違うんですよ。ゴージャさんは本若じゃないです。今、新しく作った方で手に入ってます。はい、ということで1つ、よし、ありがとうございます。ありがとうございます。見事、よし、足と背中ゲット、よし。もう一台いきまーす。俺のじゃね、これ。頭だったら俺のだぞ、これ。違います。初めてです。天の声やってて心苦しくなったから初めてです。さあ行きましょう、もう一台行きましょう。よし、もう一回、はい、はい、ますね、いくぞ、いけるか、ダイドン、やだー。ガスの女、ガスの女の力恐るべし。俺のじゃね。すごいですね。さあ来た。さあどこだ。足ー、足ー、足ー、サブパーツいけますね。サブパーツいけますね。でもね、よっしゃー、はい、改造もできるし、できるし、俺のじゃねえぞ。あー、よかった、素晴らしい結果ですね。さあでは
ここで番組からお知らせをさせていただきます。はい、現在バージョン 2.4 アップデートを記念した豪華キャンペーンが開催中です。うん、プレミアム10連ガチャチケットやグローハンガーチケットデラックスがもらえる超豪華ログインボーナスをはじめ、うん、ワード覚醒素材チケットがもらえるワードグレードキャンペーン、バンドの証の星5がもらえるビルトレ証をゲット10回キャンペーン、星4意識ガシャチケットなどがもらえるサークルデイリーミッションキャンペーンなどが開催中です。うん、さらにですね、ガンダムブレーカーモバイルオリジナルキャラクターの人気投票で選ばれました宮間さなとクズノハリンドがついに AI パイロットとして登場します。うん、あーすごい、見たい、見た、出たじゃないの、この2人です。はい、2人になりました。リンド先輩入れて、俺リンド先輩、はい、うん、さらにさらに、これからガンダムブレイカーモバイル始める人、プレイしてたけどお休み中の人に朗報でございます。バージョン 2.4 アップデートを記念して豪華商品、豪華報酬がもらえる、うん、初心者ログインボーナスとカンパックログインボーナスも開催中です。始めるなら今でございます。今すぐにですね、うん、アプリをダウンロードしまして、ゴージャスさんや直輔さんのような育て方をしてみてはいかがでしょうか。こ、うん、んな感じで、はい、楽しくできるね、ガンダムブレイカーモバイルよかったら、皆さんも初心者の方も歓迎しておりますので、ね、皆さんはこの90分でどれだけ速なのか、そういうのじゃなくて、ゆっくり、紅茶を飲みながらやっていただいて、ね、ぜひね、ゆっくりゆったり、ゆとり譲り合いでやっていきたいと思います。はい、はい、ということで本日ここまででございます。また次回お会いしましょう。バイバーイ。ではこれとしてね、まあ、ちょっとガンダムビルドリアルというドラマがね、はい、始まったんですよ。うん、はい、出ようかなと思って。権限をそっちに出ようかなって思って。この力を使ったら出れんじゃないかと思って。この力を使った。ああ、発信。パンクブーブーの哲夫君出てんだよ。出てますね。哲夫さん出られてます。ガンプレ大好きだから。はい、ちょっとガンプレ大好きだから、はい。公式やってるから。はい、出れるんだ、絶対。絶対信じる力がすごい。なのでちょっと、はい、可能性を信じたいですね。はい、演技、うん、お芝居というね。はい、今最近。演技の、うん、そういう、うん、習う動画をやります、うん、今度。いや、ゴージャスさん全部顔に出てるから無理だよ。大丈夫、いけるよ。おい、子供たち。私は5倍すごいんだ。これを劇中で絶対やりますね。何役で出る気なんですか。交互期待。